三木町立平井小学校は、香川県喜田郡三木町にある公立小学校。学生発布志向によって、三木郡平木村に設立されていた平木小学を直接の前身とし、同様に隣村であった、井上村の井上小学と、池戸村の池戸小学と共に、第一次小学校令志行に伴う、対等合併を行ったことによって、成り立った小学校である。ただし、 これら3小学を前進とした場合には、資料不詳により設立年が不明となるため、通常においてはこの前進参考の合併をもって、設立の起点に定めている。そのため数えられる、年数上だけでも120年以上の歴史を誇る学校である。学区内に山間部が存在するため、スクールバスを運行している。それ以前においては、山間部の児童に対して、 低学年の場合は文校への通学高学年の児童に対しては自転車通学や親による車両送迎の許可によって対応していた。学区内にある香川大学医学部付属病院内に特別教室を設置しており、病院内で治療を行っている子どもにも滞りなく教育が受けられるよう配慮する取り組みが見られる。公式サイトより主要事項を抜粋。ありがとうございます。